はい、おはようございます、ラスカルでございます。ということでですね、本日はラーメン会ということで、本日ね訪れているお店がですね、ラーメン屋仙台町田店さんということで、こちらのお店さんはですね、大将がこだわり抜いた複数の骨を使ったですね、美味しい豚骨ラーメンがいただけるということで、僕もですね、まあ YouTube 等で拝見していてずっと気になったんですけれども、なかなか行けず、やっと念願のね訪問ということで、本日はまず最初に通常提供している並盛りの味噌豚骨ですね、そちら1杯いただいた後に、特別にですね、すり鉢で通常の醤油豚骨作っていただけるということになりましたので、そちらを堪能していこうと思います。で、だいぶですね、時間が今ちょうど周辺の学校が終わった時間なのかな、放課後なのか、学生さんたちがもうほぼ満席状態でね座っている人気店でございます。僕にとってもねだいぶ念願ですので、今日はしっかりとこの人気店の美味しいラーメン味わっていこうと思います。ということでですね、本日の1杯目が完成しました。初めてのお店でですね、こうすり鉢を作っていただきますので、ひとまずはこの並盛りをねしっかりと味わうということで、出来たていただきます。うまそう。このスープが飲みたかったのよ。うまっ。うわ、うまー。今回ね、これ1杯目いただいてるのが味噌味なんですけど、濃厚だね。めちゃくちゃ濃いわ。ちょっとこの太麺いきますか。うまっ。ちょっとね、次デカ盛りがあるんで注文してないですけど、これはね、間違いなく米うまみ強いな。この豚骨系だと僕の大好きなね、ほうれん草と海苔ですよ。これをこう麺くるんで絶対これこそ米なんだけどね。ちょっといただきます。うまっ。あー、ずっと食えるなこれ。決めました。今回ね、デカ盛りいただきますけれども、改めてちょっと全メニュー食べに行きますわ。今回まず1杯目はね、味噌なんですけど、ベースが醤油で、それ以外にももちろん他の味多数ありまして、ちょっとね皆さんにそっちを紹介したい。やばいよ。うん、ダメだ、あっという間だ。インサートも撮りながらおしゃべりもしながらゆっくり食べたつもりだったんですけれども、カメラを開始して5分経ってないですね。一瞬でこの並盛り完食させていただきました。ごちそうさまでした。この後はですね、もちろんデカ盛りで仙台さんベースの味となります醤油の豚骨ですね、こちらをいただこうと思います。ということでですね、本日いただくこのすり鉢が完成しました。こちらがですね、この仙台さんの一番のメインのメニューとなります醤油なんですけれども、麺8玉入ってますね。はい、じゃあ今日はですね、先ほどの1杯を含めた全9玉いただくんですけれども、早速これ出来たてもねいただきます。ちょっと念願のこれ仙台さんの醤油ですね。めちゃくちゃうまいっすよ。なるほどね。ちょっと待って、麺行こうか。8玉もあればこれすり鉢パンパンですよ。いただきます。あ、この太麺にめちゃくちゃ合うなこれ。この仙台さんのラーメンってチャーシューでほうれん草が乗ってる海苔が3枚と、並盛りを拝見する限りぱっと見家系なんじゃないかと言われることが多いみたいなんですけど、全く別物です。あのね、味は全然違う。もう本当にね、豚骨の旨味全開。僕がパッと食べた感じ、家系ラーメンっていうよりは豚骨ラーメンに近い気がする。豚の骨の旨味全開。あー、うまいわ。
骨の香りがねかなり濃厚なんですけど、それと同じぐらい脂身の旨味というか、そこの風味が強いんですよ。どことなくなんだけど、とんでもなくうまいもつを食べてるような、そういったねお肉系でも深い旨味の香りがしますね。あ、ちょっと待って、ハッタも一瞬かもしれない。ちょっとねこのまま食べ進めてもいいんですけど、食べ進めてしまうといただいてるトッピングが余ってしまいますの でこれもねちょっと特徴的なんですけど、トッピング注文しますと、このラーメン丼に乗っかってるわけではなくて、基本的にはね全部別皿でいただけるんですよ。なのでちょっとここを徐々に自分なりにカスタマイズしてみようかな。ひとまずキクラゲですかね。うわ、めっちゃうまいな。うわ、めっちゃうまい。このペースだと今日全部で9玉食べるけど全然足らないぞ。むちゃくちゃうまいです、このキクラゲ合うわ。たらそろそろ次のトッピングですね。これキャベツです。キャベツもねこれしっかり火が入って甘くて合いそう。もうこういう豚骨にキャベツってめちゃくちゃ合うね。この辺りでせっかくですから並盛には乗ってないトッピング優先で、ちょっとこの白髪ネギですかね。合うな、このプリプリ麺とネギのシャキシャキ感、この組み合わせがうめえわ。この辺りで入れますか。続いてはこちらの自家製メンマですね。正直ねこのメンマつまみながら一杯飲みたいんですけど、今日はねラーメントッピングということで。合うわ、甘い香りの魚介系のね味ついてますわ。うわめっちゃビール飲みてえな。このメンマすげえうまいな。うまいわ、うん、止まんねえな。じゃあもう残りもおそらく麺1杯2杯分ぐらいかなしか残ってないので、いただいてる残りのトッピング、ほうれん草とチャーシューに味玉で、最後にこれ海苔と
これでね、最後ちょっとトッピング全部乗せましたので、これで具材は全部ですね。でもここまで来てですね、ちょっとこれを頼まずにはいられないということで、ライス注文させていただきました。もうね、我慢できないよ。海苔、ほうれん草、チャーシュー。でこの卓上の方にはですね、調味料豊富にありますので、ここからパンチをつけるためにこちらのニンニクと。こんにゃうまいだろう。うまっ。これはやっぱり米だわ。パンチ力あるから米合うな。本当にうまいですね。そう、そうなんですよ。ピピってつける方さ、表をつけた方がうまい。こうしてこう包むってことですか。それそっち裏じゃん。こうで。そうそう。ああ。ライスをさ、スープ入れて食べる人いる。嬉しいね。なっちゃうな。だって麺全体ほらもうスープ吸って結局10玉以上になってる。だから今度でもさ、こんだけさ、あと残りの具材が今このレンゲに入ってる分と味玉なんですけど、いただきつつこれでね、ごちそうさまでした。はい、ということでですね、本日はこちらラーメン仙台町田店さんでですね、まず最初に通常で提供している味噌ラーメンを並盛りでいただきつつ、その後ですね、この一番柱となるメニュー醤油ですね、これをちょっと特製ですり鉢で8玉のデカ盛りをね作っていただきました。それ以外にもですね、こういった形で、提供しているトッピングは全部いただきましたが、こちらのね、あの大将は出身がもともと九州出身ということで、その大将が作る理由がわかる。やっぱり豚骨の愛というか、もううまさ知り尽くしたような大将が作るこのラーメン でしかもね、このもちろん関東に来てますから、この濃い口醤油ってものを使って、こっちの人に馴染みのある味でさらに豚骨ラーメンを進化させた、いわゆる向こうが九州豚骨であれば、この仙台さんのラーメンは関東豚骨です。これぜひですね、この豚骨ラーメンが好きだよっていう方は一度この仙台さんで食べていただきたいですし、まあ、これね、映像を見て分かる通り、こちらの町田店さんではコリゴタツだったりとかテーブル席だったりとか、ファミリーでもね来やすい設備になっております。それ以外にもお子様ラーメンがあったりですとか、親子連れの方でもですね気兼ねなく来店できるラーメン屋さんとなっておりますので、ぜひ気になる方はこのラーメン一度ご賞味ください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。